中朝遊戯協和中華人民共和国領名省、丹東市と朝鮮民主主義人民共和国平安北道、新淵樹市を結ぶ橋。暴力港に架か,かる全長九百四十六点二メートル、橋脚十二の橋である。下流側を鉄道、上流側を道路が通る鉄道道路併用橋である。1 9九十年十月に中朝両国の合意に基づき現在の橋の名前と、 なる。王力港大橋、王力港鉄橋などとも呼称される。アジアハイウェイ1号線の一部となっている。橋の上には道路や線路が通っており、有効な出入国書類があれば、自動車や鉄道で中朝国境を行き来できる。なお原則、歩行者が歩いて橋を渡ることはできないため、後日のタクシーを利用することになる。 中朝遊戯協を通る鉄道には旅客列車 K27、K286、5または担当ピオニアン館が毎日定期運行されており、貨物列車も毎日運行されている。時刻表上で所要10分である。ただし担当、新ウイージ領域では入国審査、税関検査などのための停車時間が非常に長い。また、中朝双方の税関には、 国境間のみ営業を許されている特別な乗り合いタクシーがあり、行商人や旅行者が利用することができる。政治的な事情、特殊な事情がない限り、双方の国境は国境節や旧正月の時期でも完全に閉鎖されるということはなく、土日も含め中国標準時の8時頃から17時頃まで開いている。2016年、橋の北朝鮮側で、 穴が開きトラックが横転する事故があった。2017年11月24日、中国外務省は橋を近日中に臨時的に閉鎖し、北朝鮮側が橋の路面の補修作業を行うことを発表。新宇イ担当官の王力港にかけられた最初の橋は王力港橋梁といい道路と鉄道を通していた。この橋の朝鮮側の新宇イ市氏は、 新宇井駅前の市街地から発達した国境都市である。日中戦争が勃発すると大陸への鉄道の伏線化が課題となり、王力港橋梁の上流側に王力港第二橋梁が建設された。王力港に架か,かるこの2本の橋は朝鮮戦争中にアメリカ軍の爆撃を受けた。現在使用されている中朝遊戯橋はかつての王力港第二橋梁である。 王力高橋梁は、韓国東韓府の鉄道当局によって1909年に着工された。韓国と満州を結ぶ重要な橋であった一方、日本が王力港に加強することを正当化する根拠がなかったことから、橋は韓国側から着工され、当初は清氏に無断で工事が進められた。1910年4月に日本と清氏の間に、 覚書が成立したことにより、真の了承を得て1911年10月に観光。1911年11月1日に開通式を行って、経緯線と安佐佐具線が接続された。この橋は全長944.2メートル、幅11メートルで12連のトラス橋で構成され、船舶の通行を遂げないように、 中央部分が水平方向に90度回転する可動橋となっていた。朝鮮戦争中の1950年11月8日、アメリカ軍機の爆撃によって破壊され、その後修復はなされなかった。応力港弾橋と呼ばれて、現在はプロパガンダ用に整備されており、爆撃を受けた時のままの先端の破断面を見ることができる。応力港第二橋梁は、 王力港橋梁の上流約60メートルに建設され、1943年4月に完成した。朝鮮戦争中は、王力港橋梁同様、第二橋梁もアメリカ軍機の爆撃を受けたが、後に修復されて、王力港大橋と改められた。観光用に、主に、中朝遊戯橋とも呼ばれていた時期もある。王力港のさらに下流に新王力港大橋の、 建設が進んでいて、2010年12月に、加えレシキを終わり、2011年5月に、建設開始儀式をしている。片側に車線の車道の吊り橋で、担当の新開発黒頭と新ウイジュの南にある、立川を結び、全長は川をまたぐ前後も含めて2 0 4トルの工事とされている。2014年秋に橋本体と、 中国側の接続道路が完成したが、北朝鮮側の接続道路、税関施設の建設については、中朝関係の悪化などから、目処は立っておらず、開通は無期限延期となっている。2019年12月の時点では北朝鮮側、通関施設の建設は確認できなかったが、橋本帯につながる道路の盛り土は、数キロにわたり造成されている。ありがとうございます。